相模原ジオ2018。JC レディオ2018ミッションニューフロンティア。さあ今月もやってまいりました。公益社団法人相模原青年会議所はお届けする月一のラジオ番組、 MC の足立院長、今月もよろしくお願いします。はい、足立です、よろしくお願いします。はい、サイド MC の梶山です。それではまず今月のアシスタント呼び込んでください、どうぞ。はい、今月の女性アシスタント高橋さんです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。高橋さん、まずまだ入会してから浅いですよね、はい、いつ頃入りましたっけ。1月入会です。お、まだまだ入りたてですね。1月ってことはまだアカデミー委員会。そうですね、アカデミー。そうそう、入った人は研修の方か、はい、入った人は、うん、まずはそのアカデミー委員会っていうその一番最初の入門編みたいな委員会に所属するんだよね、1年間ね。そうですね。どう、アカデミー委員会楽しい？めっちゃ楽しいです。おお、いいな。お、ちなみに高橋さんはお仕事とかは？日本生命で営業マンで働いてます。保険屋さん？そうです。おお、保険屋さん。メンバーの保険屋さん多いよね。結構多いよね。6人ぐらいいるかな。あれ、高橋さんは、うん、あれお住まいとかって聞いちゃった平気？はい、津久井です。津久井の御影っていう。おお、あー、バス停があるところ、御影のバス停のところ、はい、じゃあこの FM 相模まで来るの遠いね。遠いですね混んでる時間帯は。なるほど、なるほど。津久井なんだ、はい、山がある、山がある、山がある。あ、じゃあ足腰強いでしょ。めっちゃ強いです。もしかして走ったりしてる？昔走ってました。実業団選手として、マラソン、マラソンをやってましたし、はい、短い距離から長い距離まで。あ、そうなの、はい、短距離って本当に100メーターとか？いや、1500が一番最短ですかね。俺らからするともうそれ長いけどね。1500ミリって1メーター50センチ。何よ、それ1500ミリじゃん。超短距離。そう、一瞬だよ、一瞬だよ。一歩かな。はい、脱線しましたけどなるほどですね。まず、今年入ったばっかで、はい、急にラジオ出て、はい、はい、頑張りましょう、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちなみに高橋さん、この間桜祭りは行った？はい、行きました。お、どうでした？ JC 桜祭り自体は行ったことあった？1回だけありました。 あんまり、はい、あんまり。そうか、津久井も桜祭りあるもんね。はい、あ、こっちもあるよね。なるほど。どうでした、桜祭りと桜祭りの JC のブースとかは？サンバとボッチャがあったよ。そうですね、あ、ボッチャめっちゃ楽しかったですね。やった？やった？やりました、やりました。なるほどね。マジックの人すっげーマジックちなみにこれね、動画じゃないとわからないんですけど、高橋さんすごいおかわいい顔してるんですけど、3人も子供いるんだよね。そうです、3人子供いる。あれ、子供も連れてきた？ボッチャの時。あ、連れて行きましたね、1日目。おー、はい、遊んでた？子供たちもボッチャで遊んでました、ね、おー、はい。あとサンバがすごかった、うん、すごかったね。セクシーでしたね。ね、しかもあの観客が、うん、あのお祭りに来た人が一気に集まってきて、うん、そうね、そう、あそこの列すごかったよ、ね、なかなか見ることないからね、うん、マジモンのサンバ隊、生楽器だったからね、しかもね。そう、生楽器で、しかもあの日本の選手って踊ってる人たちと本場のね、外国の方も。ああ、そうだった。ああ、そうだね。いたね。外人の方もいたね。どこどこのグループさん。いやいやいや、2020年に向けてね、盛り上がっていく一助となればですよね。本当に。とりあえず、みんなエロい顔してカメラバシャバシャ撮ってるやつしか印象はなかったけども、2020年ブラジル来ますからね。来ますからね。そうそうそう。じゃあ、今月は、いろいろ情報とかコーナーとかいろいろあるんですけども、長丁場、これ以外にも JC メンバーのゲストいっぱいお呼びして30分間楽しくやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。